この男子エリート競輪の1回戦については、この女子とは違いまして1名のみですね。従いましてマティエス・ブフリがまずは2分の1決勝へストレートで上がるということになります。続いて第2組です。One of Ole Lu Zuji from Hong Kong, China. Wang Tianxi from China. Edward Dawkins from Valley, New Zealand. Oh Jeku from Korea. Patrick Constable from Australia. And Nasser Al-Mamali from UAE. さあこの組にはエドワード・ドーキンスも参戦。ニュージーランドのエースの一角のこのドーキンス、今回はチームバンテージニュージーランドとして別チームとして活動するトレードチーム、こちらの方からの出走となります。3番手を現在走行中。昨日の競輪でもこのエドワード・ドーキンスシルバーメダル2位に入っています。ペーサーが離脱。まずは前方にいたルオズージュンが後方に下がる。そしてそれと入れ替わる形でジェイコブ・シュミットが前に出てくるか、失礼しました、パトリック・コンスタブルが前に出てきた。パトリック・コンスタブル、そしてその後ろに続いてくるのは中国のワン・ケンチ、さらにその後ろにエドワード・ドーキンス。エドワード・ドーキンスが上がってきた。3コーナーから4コーナー向かうところ、このあと残り1周の鐘、外側にエドワード・ドーキンス、そして内側にパトリック・コンスタブル、さらにその後方から韓国のオー・ジェソクが上がってきた。エドワード・ドーキンスが先行、大きく車間を開けていますが、まもなくフィニッシュに入ってくるところ、まずはエドワード・ドーキンス、そしてパトリック・コンスタブルが入った模様。ヒット、ウィニーナンバー80、エドワード・ドーキンス from バンテージ・ニュージーランド。エドワード・ドーキンス1着確定となった模様です。